どうも、シュンズ DB です。トイストーリーのおもちゃたちが本当に動いているか動いていないかというお話なんですけど、今日は完全に大人向けでございます。お子様は今日は見ない方がいいかもしれません。とは言っても前回の動画と言っていることの本質は変わらないです。ただなぜわざわざ子供向けと大人向けに動画を分けたかというと、説明の仕方が変わるからです。ボキャブラリーも大人と子供で全然違うので、大人には大人向けの言い方をしたいなと思ってこの動画を撮りました。なので僕は今日のこの動画が何人の人が理解してくれるんだろうって結構ワクワクしながら話しております。コメントに沿っていろいろお話をしていきたいんですけど、まずやらせじゃんとか嘘でしょってコメントで、このコメント自体僕はいいと思うんですよ。心霊映像とか見てもこれやらせじゃねえとか言って、このやらせじゃんっていう言葉もワンセットで楽しいよねっていう人もいるの で、そういうコメントは全然僕いいと思うんですね。で、結論から先に言うと、僕の動画はやらせでも嘘でもないです。で、次にやらせとか嘘の定義の話になるんですけど、例えばこれ皆さんに聞きたいんですけど、ディズニーランドのホーンテッドマンションっていうアトラクションがありますね。999人の亡霊がいるんですってディズニーが公式で言ってるんです。で、どこにもこれはフィクションですとかこれは嘘ですとか書いてないんです。もうはっきりと言い切ってるんです。この館には999人の亡霊がいますって。で、実際乗ってみましょう。なんだこれさ、多分こうやってやってんじゃね。これさ、ピアノ線で吊るしてんでしょ。あれ幽霊じゃないよ、なんか機械でやってんでしょ。もうさ、ホーンテッドマンションやらせじゃん、これ嘘だよってなるんですか。僕はホーンテッドマンションはやらせでもないし嘘でもないと思ってます。本当に999人の亡霊がいると思ってます。で、次にやらせとか嘘は良くないよとか、嘘で夢を伝えるのは違うよっていうコメントもあったんですけど、僕はそれも全然違くて、世の中にやらせとか嘘っていっぱいあるんですけど、全然僕はそれで夢を与えるのもありだと思うんですよ。例えば映画ってあれほぼ全部やらせですよ。役者の方に台本渡してこの通りにやってっつって演技してもらって、全部あれやらせてるんですよ。で、架空のストーリーのもとやっているんです。実際タイタニックの映画で俳優のレオナルド・ディカプリオが海に沈んで死にました。でもあれやらせなんですよ。本当に死んでないじゃないですか。あのタイタニックを見て夢やロマンを持ったりとかってあるじゃないですか。そんな感じでやらせや嘘で人に夢を与えることは僕は全然いいと思っている人なんですよ。で、コメント欄でちょっとこのコメントを拾っておきたいなと思ったので読ませてもらいますけど、やらせとか嘘とか言ってるやつ毎回いるけど逆に聞きたい。おもちゃが動くと思ってるの？この方はですね、会ったことないし年齢も全然わかんないんですけど、多分この方めちゃめちゃ頭いい人だと思うんですよ。僕過去の動画でも語ったことあるんですけど、やらせじゃんとか嘘じゃんって言ってる人って心のどこかで信じてる人なんですよ。おもちゃが動くって思ってるから疑うんですよ。じゃあ例えば皆さんこれ見てる人大人の方だと思って話しますけど、例えば小さい子供がねえ今外でゴジラが街を壊してるよ、ビルとか全部もう壊れてるよって言ってきたら、多分ほとんどの人が、あ、そうなの、はいはい大変だねってなると思うんですよ。要は疑わないじゃないですか。じゃあ逆に小さい子がねえ外に包丁を持った男の人が立ってるよって言ったら、あなたそれ本当？本当に？本当なの？っつって一応ちょっと窓からこっそり確認しますよね。たとえ 1% でも可能性としてあり得るじゃないですか。そんな感じで人が疑う時って 1% でも本当の確率がある時なんですよ。
このコメントくれた方は多分信じてない方なんですけど、それはそれでいいじゃないですか。全然いいじゃないですか。僕はおもちゃが動くってはっきり言い切れる人間なんですけど、人の意見を変えようとは思わないで、いろんな意見があっていいと思いますし、で特にこの方は僕すごく頭のいい方だなって思ってるので、もうこういう方が世の中で活躍してほしいなって思ってるので、だから全然いいじゃないですか、いろんな考え方があって。でこの方が言ってる通り、あの本当におもちゃ動くわけねえだろって言ってる人はもう疑うことすらおかしいんですよね。であと次に、こんなコメントもあって、こういうディズニーをなんか出しにとって稼いでんじゃねえとか、トイストーリーをバカにしてんだろう、こういうトイストーリーの動画で再生数稼いでんじゃねえみたいな人もいるんですけど、この意見って2つに分解することができて、あのトイストーリーのこういう動画が嫌だっていうのと、稼いでいることが嫌だっていう2つに分けることができて、でまずこっち側から言うと、こういうトイストーリー系の動画が嫌だとか、ディズニーを出しに取るなっていう方に僕は聞きたいんですけど、こういう動画がディズニーにどのような悪影響を与えているのかっていうのを僕は逆に聞きたいんですよね。で僕から先に言うと、僕めちゃくちゃメリットだと思っていて、例えば僕のコメントとかツイッターのメッセージでいっぱい来るんですけど、私もしゅんさんの動画を見てトイストーリーのおもちゃが欲しくなって買いましたとか、私もしゅんさんの動画を見て今トイストーリーのおもちゃ集めてますっていっぱいメッセージコメント届くんですよ。それだけじゃなくて、僕のリアルな友達で、ちょっと私のさ娘がさ、もうしゅんず TV いつも見ててさ、トイストーリーのおもちゃ欲しい欲しいっつっていっぱい買ったよっていう人もいるんですよ。実質的にディズニーのおもちゃが売れる売り上げに貢献は確実にできてるんですよ。なのでなんかディズニーを出しに取ってるとかって僕はちょっと違うと思っていて、かなりメリットのある動画だと僕は思っているんですね。っていう話をすると、大体感情論に行きがちなんですけど、ちょっとね感情論はなしです。あの感情論って基本的に議論が成立しなくなりますし、世の中が悪い方向に行くんですよ。例えばアンパンマンのアニメ、あれにクレームって来てるらしいんですけど、そのクレームが、あのうちの子がアンパンマンを見てパンチするようになっちゃったと、暴力ですと、これ良くないですと、あのアンパンマンのアンパンチぜひやめさせてくださいっていうクレームが来てるらしいんですけど、僕はめちゃくちゃ害悪だと思っていて、アンパンマンの映像を見て何人の子供たちが楽しいって思っているか、その楽しさをそんななんか暴力だとかそういうので奪うのは良くないと思うんですよね。なんか子供がこうだああだって、それって個々の家族の親の責任の話なので、見せたくなかったら子供に見せなければいいんですよね。なんか子供がどうこうっていうそういう感情論はもう世の中が悪い方向に行くだけなのでなしにしましょう。でもう一つ、稼いでいることが気に食わないっていう意見があるんですけど、これめちゃくちゃ世の中にとって良くない発想なんですよ。たまにいるんですよね、金持ちが嫌いだとか稼いでる人がうぜえとか。でもよく考えてください。じゃあ年間1億円稼いでる人って税金で納めてるのって大体5000万円なんですよ。5000万も税金で納めてくれてるんですよ。でその税金が何に使われるかっつったら、例えば夜皆さん歩いてる時街灯照らされてますよね、あれ税金ですよ。車でドライブ行く時信号が交通安全をサポートしてくれてますよね、あれも税金ですよ。歩く道路しっかりと整備されてますよね、これも税金ですよ。いっぱい税金を納めてくれる人がいればいるほど世の中って良くなっていくんですよ。で金持ちを叩いたり稼いでるやつうぜっていう人がいると、金持ちがもう日本っていう国終わりだなっつって海外出ちゃって、海外で稼ぐようになっちゃって、日本から金持ちや優秀な人がどんどんいなくなると、この国がどうなるかっていうと税金が全然集まらなくなって、で来月からあの増税しますけど、これもその一つの理由なんですよ。税金が足りてれば増税する必要ないんですよ。金持ちや稼いでいる人を攻撃する人いますけど、それによってあなたの生活も苦しくなっていくんですよ。
でも稼いでいる人がこの税金をたくさん納めてくれて、で世の中が回ってるって思った方が絶対に世の中良くなりますよ。で最後に、なんかトイストーリーの世界観を崩すなっていう方もいたんですけど、あのトイストーリー4の映画が公開された時もそういう人いっぱいいたんですよね。こんなのトイストーリーじゃねえとか、トイストーリーの世界観崩してんじゃねえっていう人いたんですけど、僕結構マジかって思ったんですけど、あのトイストーリー4ってピクサーの会社が出してる、要は本家なんですよね。その本家が出しているものに対してこれはトイストーリーじゃねえって思うのは勝手なんですけど、いやいやこれが本当のトイストーリーだからって思いたくなっちゃうんですよ。だって本家が出してんだもん。だからトイストーリー4の僕キャッチコピーめっちゃ頭いいなと思うんですけど、あのあなたは本当のトイストーリーをまだ知らないっていう、ぴったりなキャッチコピーですよね。で一回話を戻して、このシュンズ TV、 僕過去の動画でも言ったことあるんですけど、これは If トイストーリールーム、僕のオリジナルの物語の世界線のストーリーですってはっきり言ってますよね。で前回まではアンディの部屋を忠実に守ってましたけど、ここから先は僕の想像のトイストーリーの世界線で物語を進めていきますっていう話をしたと思うんです。なのでトイストーリーの世界を崩すなって言ってる方は、あの僕の想像のストーリーとずれているだけの話なんですよ。それを理解した上で見るのが一番多分いいと思うんですよね。はい、ちょっと長くなりましたけども、大体全部のコメントに対して言ったと思います。ちょっとこれからもあの新しいおもちゃたち増やしていきますので、ぜひまたご覧になってください。ありがとうございました。さよなら。